散歩行ったり、教会を見たり、観光もしました。楽しいことばかりではなかったですけど、いろいろな経験ができました。まだちょっと外国の動画がありますので、私は日本から海外の動画を投稿したいと思います。これからもよろしくお願いします。